トゥルク OB はフィンランド共和国南西総未建にあるし、アウラ川の河口にありバルト海に面している。トゥルク二1229年にローマ教皇がこの地に司教座を置いたことから町が築かれたとされるフィンランド最古の町である。すぐにフィンランドで最も重要な都市となり、数百年間はその地位が維持された。フィンランドの首都であり、主要なハンザ同盟都市であった。 1809年のフレデリクス・ハムンの和訳によって、フィンランドがスウェーデンからロシア帝国に割上され、1819年にフィンランド大公国が成立すると、その首都はヘルシンキに置かれたが、1840年代末までは、トゥルクがフィンランドで最も人口の多い都市であり続けた。今日でもこの地域の商業と文化の中心地である。トゥルク港はフィンランド有数の商工。 フェリー港であり、年間300万人以上の旅客が、トゥルク港からスウェーデンのストックホルムやオーランド諸島のマリエハムーンに旅行している。トゥルクの長い歴史は、フィンランドの歴史に大きな影響を与えている。1996年には公式にフィンランドのクリスマス都市として宣言された。2011年には、エストニアの首都タリンと共に欧州文化首都に選定された。 2016年末時点の自治体人口は187,564万 7, 人であり、フィンランドで6番目の規模である。トゥルク都市圏の人口は318,168万 8, 8人であり、ヘルシンキ首都圏、タンペレ都市圏に次いでフィンランドで3番目の規模である。バルト海に面した港湾都市であるため、歴史的にスウェーデンとのつながりが強い。トゥルクは公的に ワイリンガル都市であり、人口の5.2%はスウェーデン語を防語としている。トゥルクは、アウラ川の河口に位置しており、両岸に広がる自治体の面積は245平方キロメートルである。左岸には、トゥルク大聖堂などがあり、川のこちら側と呼ばれる。右岸には、トゥルク中央駅などがあり、川の向こう側と呼ばれる。中心市街地は両岸に広がっているが、近年には、 ウガン川で市街地が拡大している。トゥルクの自治体域でアウラ川には10本の橋がかかっている。もっとも、河橋年代が古いのは1904年に架けられたアウランシルタ橋であり、最も新しいのは2013年に架けられたカーヤスタシルタ橋である。アウラ川ではフェリと呼ばれる渡し船が運航されており、歩行者や自転車などは通行料なしでアウラ川を渡ることができる。 人口約30万人を有するトゥルク都市圏は、ヘルシンキシュ都県、タンペレ都市圏に次いで、フィンランドで3番目に大きな都市圏である。トゥルク都市圏を構成するのは、トゥルクに加えて、アスキャナン、カーリナ、レーム、ローイエト、マスク、メロマースク、マイナマキー、ナーンタリ、ノーシアイネン、バイミオ、ピキオ、ライシオ、ラスコ、リーマテラ、ソボ、バート、ベルキュアである。 このうち、トゥルク、南東部のカーリナ、北西部のライシオ、西部のナーアンタリの主要を4自治体で、約23万5千人を有する。トゥルクの自治体域は9区で構成されており、9区は計78地区で構成されている。20世紀半ばに、北部郊外と南部郊外にある自治体を合併したことで、トゥルクの自治体域は、細長いような仕方をしている。 周期のトゥルク大聖堂周辺トゥルクはバルト海に面しており、その中でもサーリストメリと呼ばれる多島海域にある。気候は湿潤大陸性気候であり、欠片の気候区分では DFB となる。フィンランド南部の多都市と同様に気温が摂氏30度まで上昇する暖かい夏季、頻繁に降雪が起こる、比較的寒い冬季を経験する。最害月は平均気温が 摂氏17.5度となる7月であり、再寒月は平均気温が摂氏5.5度となる2月である。12月初旬には冬季が始まり、3月下旬には春季が始まる。トゥルクの年降水量は 720mm である。最も降水量の多い月は 80mm の8月であり、最も降水量の少ない月は 32mm の4月である。 海面の平均気圧は1 0 1 2スカルであり、年間の変動はほとんどない。1955年から稼働しているトゥルク気象観測所はトゥルク空港に近い標高47メートル地点にある。バップを祝う人々2004年末時点でトゥルク都市圏は319,632人の人口を有し、うち174,824人が トゥルクの自治体域に住んでいた。自治体の人口密度は718人、平方キロメートルだった。人口の89.4%はフィンランド語を、母語都市5.2%はスウェーデン語を母語としていた。両言語の次に、母語話者数の多い言語は、ロシア語、アラビア語、アルバニア語の順である。人口の95.8%はフィンランド人であり、 フィンランド国籍に続くのは、ロシア人、エストニア人、イラク人、イラン人、アルバニア人、スウェーデン人、ソマリア人、中国人、デンマーク人だった。フィンランドの多くの都市と同様に、トゥルク市による調査では居住者の民族や宗教に関する情報を集めていない。スウェーデン語である応募は、歴史的にスウェーデン語話者が集中していた、アウラガワサガンの地区名に由来する。 街中の道路標識などにはフィンランド語とスウェーデン語の平均が見られる。トゥルク市長者トゥルク市議会は67議席で構成される。トゥルク市議会議長は国民連合党のみんなアルベである。2010年からアレクシ・ランドルがトゥルク市長を務めている。2017年のトゥルク市議会選挙における各政党の獲得議席数は以下の通りだった。 2011年フィンランド議会選挙における各政党の得票率は以下の通りだった。トゥルクはトゥルク市地域公共交通委員会によって運営されるバス路線ネットワークを有している。トゥルク近郊の自治体、カーリナ、ローイエト、ノントリ、ライシオ、ラスコなどに向かうバス路線もトゥルク市地域公共交通委員会が運営している。トゥルクバスターミナルとトゥルク中央駅は 離れた場所にあるが、近い将来には、両者の一体化が計画されている。VR グループがトゥルクとタトシを結ぶ鉄道を運行しているが、運行路線数はかつてと比較して減少しており、タンペレとヘルシンキに向かう路線のみが営業している。トゥルクには、トゥルク中央駅があるほか、小規模なトゥルク港駅、クピッター駅もある。3つの長距離列車用鉄道駅を有するのは、 トゥルクがフィンランド唯一である。1972年にはトゥルク路面電車が廃止され、20世紀後半にはトゥルクと近隣自治体を結ぶ鉄道も全て廃止されたため、現在のトゥルクに長距離列車以外の鉄道交通は存在しない。しかし、現在はトゥルクとその近郊を結ぶライトレールの建設が計画されている。トゥルク市街地から北に 8km の距離にある。 トゥルク空港はトゥルクとルスコの自治体域にまたがっている。エアバルティックやスカンジナビア航空など6の旅客航空会社、1の貨物航空会社が就航している。トゥルク港からはシリアラインとバイキングラインがスウェーデン本土とオーランド諸島に向かって毎日定期便を運航している。ボスニア湾を周遊するクルーズ船も運航されている。トゥルク大学トゥルクはフィンランドの どの都市よりも長い教育の歴史を有している。13世紀後半には、トゥルク大聖堂と共に、トゥルク大聖堂学校が設立された。1640年には、スウェーデンのクリスティーナ女王によって、フィンランド初の大学となる、トゥルク帝国アカデミーが設立された。トゥルク帝国アカデミーは、ヘルシンキ大学の前身である。今日のトゥルクには、高等教育を学ぶ学生が、 約3万5千人いる。トゥルクには2つの大学があり、さらにいくつかの総合技術専門学校がある。1920年に創設されたトゥルク大学は、フィンランド有数の歴史を持つ大学であり、1万8千人の学生を有して、フィンランドで2番目に大きな大学である。トゥルクの中心的な病院であるトゥルク大学病院は、教育目的のためにも使用されている。 2010年にはトゥルク経済学校がトゥルク大学に統合された。フィンランドで2番目、1918年に創設されたオーボアカデミー大学はフィンランドで唯一のスウェーデン語大学である。トゥルク応用科学大学はフィンランドで2番目に大きな総合技術専門学校である。その他にはノビア応用科学大学とディアコニア応用科学大学がある。フィンランドで インターナショナルスクールがある都市は、トゥルクとヘルシンキのみである。トゥルクインターナショナルスクールは、ベリシュオ地区に2003年に設立された。トゥルク中央図書館1771年には、フィンランドで、初めての新聞として、スウェーデン語の、ジドナンガーユトギフン a f サルスキャプアイアボガトゥルクで、創刊された。1775年には、初のフィンランド語詞である。 スワメンキリセットチエとサンマットがトゥルクで創刊された。今日のトゥルクで最も広く読まれている新聞は、この地域の70%を読者に持つ、日刊誌、トゥルンサノマットである。1824年創刊のスウェーデン語誌、アボ・アンダーラタルザーもトゥルクで発行されている。無料誌のトゥアキュー・レナン、メトロ・インターナショナルの地域版、全国紙、イルタ・サノマットも、また人気がある。 トゥルクの東部郊外向けの、クルマカンタ、ライシオやノントリ周辺向けの、ランニッコセウツなどのローカル誌も発行されている。トゥルンサノマット社は、新聞だけでなく、トゥルク TV と呼ばれるテレビ局も運営している。フィンランド国営放送は、フィンランド南西部向けのローカルニュースを放送している。トゥルクでは、すべての全国テレビチャンネルと、全国ラジオチャンネルが視聴可能である。 トゥルク大聖堂トゥルクの文化的施設には劇場、映画館、美術館などがあり、トゥルクの文化団体にはフィルハーモニー管弦楽団がある。トゥルク文化センターでは数多くのイベントが開催されており、毎年7月にはトゥルク中世市場が開催される。トゥルクはフィンランドにおける公式なクリスマス都市であり、フィンランドのクリスマスの平和は毎年12月24日に、 ブリンからホールのバルコニーから宣言される。音楽祭としては、トゥルク音楽祭に加えて、ルイス・サロ島で、ルイス・ロックが、ダウン・バイ・ザ・ライトゥリーが開催される。ルイス・ロックは、スカンディナビア半島最古のロックフェスとされ、ダウン・バイ・ザ・ライトゥリーは、北ヨーロッパ最大の、エレクトロニック・ミュージック・フェスとされる。美術館や、博物館には、トゥルク美術館やバイノ・アールトネン美術館などがある。 応募アカデミー大学にはフィンランドで唯一音楽分野を専門とするシベリウス博物館がある。これら以外にも1881年から歴史博物館として機能しているトゥルク城や14世紀の遺跡の上に1995年に建設されたアボアベトスアルスノバなどがある。ロースタリンマキテ工芸博物館は 1827年のトゥルク大化を生き残った住宅から転換され、スカンディナビア半島で初めて金のリンゴ観光賞を受賞した。2011年にはエストニアの首都タリンと共に欧州文化首都に選定され、市議会によって様々な文化的催しが開催された。パーボヌルミマラソントゥルクには、 FC インテルトゥルクと TPS トゥルクの2つのサッカークラブが本拠地を置いている。TPS トゥルクはベイカウスリーガで8回の優勝経験があり、FC インテルトゥルクは1回の優勝経験がある。どちらもクピッター地区のベリタススタディオンをホームスタジアムとしている。HC、TPS はフィンランド有数のアイスホッケークラブであり、SM リーガで11回優勝している。HC、 TPS はアルツ海連地区の HK アリーナをホームアリーナとしている。陸上競技選手のパーボヌルミはトゥルク出身であり、ヌルミは1920年アントワープオリンピックで3個、1924年パリオリンピックで5個、1928年アムステルダムオリンピックで1個、K9 個の金メダルを獲得した。トルクでは1910年から、 様々なマラソン大会が開催されてきたが、1992年には、ぬるみの名を冠したパーボぬるみマラソンが初開催された。この大会での男子歴代最高記録は、1994年の第3回大会で、木口範明が記録した2時間18分58秒で、ある。1998年の第7回大会では、女子の部で、風間博士が優勝した。 テニス選手のヤルコニエミネンはトゥルク近郊のマスク出身である。ラクロスクラブのトゥルクタイタンズは男子、女子それぞれのチームを有する。男子チームはフィンランド全国リーグで1回優勝し、3回準優勝しており、女子チームもまた競合である。2012年にはトゥルクで U-19 世界ラクロス選手権が開催された。また、 以下の都市と協力協定を締結している。ありがとうございます。